こんにちは。ということで、こんな早い時間に生放送やってみます。6時までは、今日は休日なので音は出せるので、それまでにこの前作ったリードを試してみたいと思います。さあ、ということで、今日はもしかしたら音が悪いかもしれません。普通にパソコンの内蔵マイクでやっておりますので、もしかしたら音が割れてしまうかもしれないんですが、一応ね、オンラインライブ、オンラインライブで使うツイキャスの方でも同時配信してます。で、そっちは iPhone で撮っておりますので、多分 iPhone の方が内蔵マイクの出来はいいんではないかと思います。ということで、同時配信していきますので、まあ、もしよかったら、もちろんツイキャスの方は無料で見れますので、僕の多分ツイッターでは告知してないかな。さっき一応やってみて、今放送されてるはずなんで、ツイキャスの僕のページに行っていただけるとおそらくあると思います。まあ、ここで見てる人はそのまんまここで見た方が楽だって感じかもしれませんけれども。一応、ここに書いておきますね。ツイキャスはこっちでやってます。音がどっちがいいかとか言ってもらえると、また今後の参考になりますので、YouTube ライブはまだ1000人登録者数がいってないので、パソコンでしかできないんですよ。なので、パソコンにこれからマイクをつけたりとかできるようになったら、もうちょっと音が良くなるんですけれども、今のところはこんな感じです。ということで、この近い距離で、どういう音になるか分かりませんが、やってみましょう。ということで、今回、使うのはこの3本のリードです。で、すべて材料はダンツィの材料です。で、この2つが普通のタイプなんだけれども、内径を少し細くしてハイトーンが出やすくなるんじゃないかって言って作ったやつ。で、これがウィーンタイプと言われるもので、で、このウィーンタイプは何が違うかというと、ワイヤーの位置が、第一ワイヤーの位置が普通よりも下です。かなり下になっていると思います。普通のが僕は 1.5 ぐらいのところに置いてあるので、そこからすると、3ミリのところに置いてあるから、だいたい倍ぐらいですね。ということで、まずは普通のリードでどう変わるのかやってみましょう。まずはリーマーをかけます。で、このリーマーをかけるのも、いつもよりかけないようにしないと、どうやらボーカルが、その生徒さんの0番ボーカルが結構細いらしいので、いつもよりかけないようにしないと、入りすぎてしまうみたいですね。ということで、さすがに日曜のこの時間に見る人はあんまりいないですよね。ツイキャスの方も一応3人見てくれてるみたいですけど。ということで、もう最初に買ったばっかりの頃のリードって、まあこれと対して変わんないぐらいじゃないですか、新しさとしたら。今何秒つけたんだろう、1分つけてないぐらいかと思いますけど、それぐらいでもこの根元の方まで
内側が水で浸るんですよ。水で濡れるのが分かると思うんですけど、中が見てると白、最初は白くて乾いた状態から今度水が入っていくと、なんていうんだろう、まあ、茶色っぽく色が濃くなってきますよね。でその状態になったらもう拭いていいという判断をしてみてください。で一応この暖水の材料、暖水って基本的に暖水の材料というのは硬いです。だけど暖水の材料っていうのは柔らかいのと硬いのと両方あるんですよ。中間があんまりない感じ。だいわゆるこうリーガーとか使う人が好むちょうどいいぐらいのっていうのはあんまりないんですよ。なので暖水というのはかなり柔らかい材料か割と固めの材料かの両極端が多いです。でその中で今回はまあその生徒さんがあんまり硬いのは好きではない、暖水という材料は好きなんだけど柔らかめがいいということで柔らかめの方から選んだんですけど、でも柔らかすぎると今度ハイトーンが出ないのでそこら辺がどうかっていうところですね。ということで調整していきます。で暖水はさすがに基本的にリーガーより硬いので、でどちらかというとそのこの材料を僕は暖水から直で買ってるんじゃなくてとある後輩から買ってるんですね。でその後輩になるべく薄くっていう感じで言ったらかなり薄すぎて、じゃあ今度厚めにしてくださいって言ったら、うん、それはちょっと厚いなとかっていろいろやってもらったんですけど、今使ってるのがね、結構いい感じで、割と厚すぎず、薄すぎずな感じでいいかなっていうところなんですが、で、ある程度、硬い材料なので、暖水ってあんまりね、A が下がんないんですよ。だから、その生徒さんも A が下がりやすい楽器、このチャットでも前 A が下がりやすいんですよねって言ってる人誰でしたっけ、誰かいらっしゃいましたけども、そういう人がいるので、なので暖水を好む人が多いんですね、そういう人は。だけど硬すぎるのはあんま好きじゃないっていう人もいるんですよ。なのでそういうA が下がるっていうのは結構問題なんですよね。その吹き方にもよるんですけど、楽器にもよるし、セッティングとかいろんなことが関係してくるので、まあどうなのか、その人それぞれによって違うんですけど、まあ基本的に僕、まあ大体僕がもうこれでもかっていうぐらい下に吹いて、下がんなければいいかなという判断をして出してます、基本的には。というかどうですか、音割れてます、大丈夫ですか。でこの状態だと A は完全に下がりません。なのでまあ良しとします。でハイトーン出るかどうか、全然余裕で A まで出ます。で、その人はハイ A キーがない古い楽器を使ってるんですよ。なので、もう一つの、Gの方の指でもやってみます。出た。今は Gの指プラスチスキーであるんですけど、わかりますかね？この、上からハイ A キーがある人は、上から1,2,3,4つ目で、この一番上のハイデーキーがない人は上から1,2,3,3つ目、このロックがあってピアニッシモキーがあってその上のキーですね、どのシャープを吹くときに押すキーで音を出します。おう、ツイキャスの方でその生徒さんが見てくれてますね。わがままばかりで申し訳ありません。言い訳できなくなっちゃった。そうですね。一応僕の楽器では吹けました。
まり締めすぎると出ないですね。締めないぐらいで出るので、結構出やすいんじゃないかなと思います。あ、こっちだと簡単に出ますけど、レ、デから、デから上がっていけば。で、もう一つ問題は、これもね、最近気をつけてるんですけど、ヤマハのチューニングのアーって下がりやすいんですよ。あんまり上がんないように作ってあるんですね。ところが、普通の楽器って、割とアーって上がりやすい楽器が多いんですよ。で、ヘッケルの昔のタイプっていうのもかなりアーが上がりやすいです。ですので、最近の楽器はそうでもないみたいですけど、前の楽器は上がりやすいので、ですので、こっちで音程が取れるようなんでもちょっと上に行きそうだなっていう感じがしたらちょっとその調整をします。ちょっとこれはアーを調整しといた方がいいかなっていう感じです。ただこれもね、あんまりやりすぎちゃうとハイトーンが出なくなってしまうので、ほんのちょっとだけ調整します。上がんないかなんですよね。僕の楽器だとそんな上がってないですよね。このぐらいで、ただそのね、やっぱりハイトーンを出そうと思ってある程度張りの硬い感じの根元に張りがあるのを作ろうと思うと、どうしてもちょっとアーが上がり気味な感じのリードってできちゃうんですよね。なるべくそうしないようにしようと思うんですけど、大丈夫な気がします。どうですか？本部長聞いてて。一応ね、今深めに加えて結構その本部長っていう生徒さんは深めに加える人なので、深めに加えて吹いてみましたけど、あんまり顕著に上がる感じはしないので、まあいいかなということにします。で、こうやって吹いてるとやっぱり内側が膨らんできて、またこれ今日ね、ヘッケルのボーカルでやってるんですけど、いつも販売用の試すときってヤマハのボーカルでやってるので、ちょっと太めなんですよ、ヤマハのボーカルって。だけど今回はそのヘッケルの0番に合わせるために、もうこのヘッケルのツェーツェーの1番を使って調整してますが、それでもちょっと入らなくなってきたので、また出すときに調整します。で、もう一個同じタイプのものをやってみます。で、こっちの方が材料は硬そうです。ということで、今ツイキャスの方が4人見てて、YouTube が9人見て、合計13人この時間に見てくれてますけれども。今日は YouTube の方で誰もチャット書き込まないですね。まあ、ほとんど書き込まない人の方が多いんでしょうけど。さあ、今度こっちは結構硬い材料です。硬い材料で、割と、これね、
結構ガンガンになる気がするな。逆に柔らかいのかな。ちょっと調整します。ちょっと平べったい感じがするので、矯正します。この平べったくてバリバリ鳴る感じも好きな人がいるので、いつもはこのままにしちゃうんですけど、ちょっと音をまとめるためにワイヤー調整します。とりあえずこれでどう変わるかやってみると、この今日の放送状況で差が出るか分かりませんけど、これだけでだいぶね収まるんですよ。でそれでもやっぱり硬い材料であんま丸くなってないので平べったい感じがどうしてもするので、ちょっと削ります。でこの時に鳴りをちょっと抑えるような削り方をします。どっちかっていうとこう横の方をこう落としていくイメージです。こういう感じ。で硬い材料で気をつけなきゃいけないのは、硬い材料だから、まあ、組み立ての時も言いましたけど、硬い材料だからハイトーンが出るわけじゃないんですよ。硬い材料ってどうしても開きやすいので、まとめにくいんですよね、リードとして。なので、なるべく細めに作ってとかってやるんですけど、こういうふうに硬くて暴れることも多いので、ちょっとだけ横を落とします。これである程度はないい具合になると思うんですけど、ハイトーンが出るかどうかなんですよね。ゲーの方では出ないですね。ゲーの指ではハイエーが出ないので、もうちょっと調整します。これちょっとね、薄いかもしんないな。ちょっと削りすぎてしまったのかもしれない。で、ハイトーン出すリードってそこのバランスが難しいんですよね。お、ココンヌさん、こんにちは。
ることは出ました。出るようにはなりましたが、あんまり出やすくはないですね。これをサンサンスのあの下りで出せって言われたら出ないですね。もうちょっと調整しましょう。お、こんな時間にってそうなんですよ。この時間しか音が出せないので、早い時間にやっております。やっぱこれパソコンで聞いてる人は何もこうコメントはないですけど、別にそんな聞きにくくはないですかね。まあ出ることは出るけど、やっぱ出しやすくはないので、向こうの方がツイキャスの方が響きがある感じ。iPhone の方がマイクの性能はいいのかな。さすがにね、なんか iPhone の11はね、いい感じですよね。あ、名前ココンヌなんですが、マユです。あ、ピアノのマユちゃんってことですか？ありがとうございます。全然出づらいですね。で、このピッチがどうなのかというと、今1番のボーカルを使って442を出そうとしてるから、441で音程が出せるかどうかをやってみます。ちょっと重いので、ちょっとだけ調整しましょう。ツイキャスやってたのを見たので来ました。来たばかりですが、演奏、練習戻るので落ちますね。どうぞどうぞ。
めに出るので、これでもこれでコントロールできるかどうかなんですけど、ちなみにさっきのやつだとどのぐらいなの？あ、これじゃなかった。こっちだった。ちょっと下げるように作ってハイトーンが出なくなる可能性もありますが、ちょっとだけやりましょうか。ハイトーン対策をワイヤーで1番2番ともに立てる感じですか？そうですね。あと、あんまり暴れるときはちょっと第1ワイヤーも締める感じです。カメラも追加する方がいい。あ、そうなんだ。おや？あれ、追加さんもう終わりなのかな、これ。ってわけじゃないよね。なんか表示が出てきたけど。で出る、まあちょっとやっぱ上がりやすいですけど、まあハイトーンが出るということで、これはこれで残しておきましょう。でもう一つは B
ハイトーンは一応ハイゲイは出るけど、ある程度低くなります。ただちょっときついかも。な感じです。まあ、とりあえず、もう一個の方を作ってみましょう。あ、やっぱりツイキャス終わったのかな？ツイキャスって時間制限あるのかな？ということで、ツイキャス改めて、さあ、今ウィンタイプを水につけております。いろいろやっておりますが、コンサートなどなど再開しております。おりますというか再開しますということで、コンサート情報、ホームページのコンサート情報を更新したので、よかったら来てください。ということで、ウィンタイプとして作ったものを吹いてみます。ってなんでかっていうと、まあ根元の張りがハイトーンのためには必要なんですけれども、もともと第一ワイヤーを低く設定してますので、なのでこうかな、見えるかな、第一ワイヤーを低く設定してますので、その皮が残ってる部分が多いんですよね。だからそもそも他のリード、普通のこの表皮の残ってる部分から1ミリか 1.5 ミリで置いてあるリードよりはその倍ぐらい表皮が残ってるので、そもそも根元が厚いです。だから今みたいに実はハイトーンが出やすかったりもするんですけど、ただちょっと重めなので、そこら辺を調整しながらいきたいと思います。で、今ピッチ見たら、R 以外はそんなに高くないです。今441でチューナー見てますけど、結構それでいい感じです。
これウィンタイプとかで売り出したら既得の人は買うかな、いるかな買う人。なんか意外といいんじゃないかと思ってきた。ウィンタイプ音違います？でウィンタイプに関してはベルバーの削りにちょっと似せていきます。ただハイトーンは出すので根元は残しつつ、
感じでいいかな。ちょっとアーが上がるかもしんないけど、ここであんまりいじりすぎない方がいい気がする。ちょっとだけやりましょう。今削っちゃうとハイトーンが出なくなる気がするな。でもちょっと閉じすぎな感じなので、基本的に音程はちょっと悪くなります。音程が暴れる感じです。かなり気をつけて取んないと、なんとなく吹いちゃうと結構バラバラな音程になっちゃうんですよね。 なのでこう自分でしっかりと気をつけないと音がまとまらない感じです。こう根元がそれだけ表皮が残っていてバリバリするし、だけど音程はまあ下がりやすいといえば下がりやすいです。もうちょっと根元を削りたいんですが、本当は。これ以上削ってハイトーンが出なくなるのも嫌だなって感じなんですよね。なのでちょっとだけ意外と A が下がらないので、
でどうでしょう。今、まあ一番ボーカルですけど、441で、ある程度って感じですね。441でちょっと高めに行ったり、まあ気にしすぎると低めに行きますけど、今ちょっとやっぱり入りきってないので、もうちょっと入ったら安定するかなって感じですね。うん、これ以上はちょっと怖いので、これでちょっと試しに送ってみて、で、様子を見て、また調節する感じにしてみましょうか。暴れないために結構もうちょっとこの振動面のところを削るんですけれども、ちょっとこのままにして送ってみます。で、とりあえずこんな感じが、こういう吹奏感がいいなって思ったらちょっと作ってみます。で、普通のタイプで、まあ、このハイトーンがめちゃめちゃ出しやすいタイプは、低めに音程がすごく行きやすいわけじゃないんですけど、でも行きます。これめっちゃ出しやすいな。ハイトーンはめちゃめちゃ出しやすいです。で、もう一個は、まあ、ちょっときついかもしれないけど、でも音程はかなり低めにいくリードですね。これはちょっとね、材料が硬すぎたな。もうちょっと細めに作ってよかった感じですね。この、なんて言うんだろう、根元の厚い感じが割と好きかもしんないけど、コントロールができないっていうかもしれないので、まあ、それだったらまた調整しましょう。これじゃあコントロールできないよって感じだったら、もうちょっと削りましょう。だけど、根元がある分、深めに加えれば出て、まああとは音程は、太めに出ますので、こんな感じです。ということで、この時期音程が低めにっていうのはなかなかやっぱ難しいですよね。リード職人まだ見てるかな。どうしたらいいんでしょうか。今、うちは一応エアコンで除湿かけてるけど、それでも 72% 湿度があるということになってるので、なかなかきついですけれども。こんな感じで作ってみました。で、このウィーンタイプの音、なんかだいぶ違う感じしますか？聞いてる方、このマイクでも。まあ、暴れるは暴れる感じで聞こえると思うんですけど、
まあ、あとは、もうかなりね、こう熱いものが、なってる感じがするんですよね。あ、まあでもこれ今音程見たらそんなに悪くはないですけど、パソコンの方だと音色は分かりにくいですね。まあやっぱりパソコンの内蔵マイクはあんまり良くないんですね。携帯の方がいいんですね。あ、こっちの方が出るかも。ウィンタイプのリードの方が。ちなみに今はな、S も S この1,2,3でここを半分開ける感じで、で親指チスキーで S を出してます。ハイ S で、右手は今度弦の3本指をくっつけると出てます。これでもこのリードで出ました。うち常に湿度 50% 以上にならないようにしてるからあれだけど、外で水分の吸収を見越してワイヤーを手回し半回転くらい輸入しとく程度やで、まあ、やっぱねそうするよね。まあ俺は湿度が 60-70 平気でいっちゃうから、そこで割といい感じでしようと思ってますけども、そう、すごい快適だったな、リード職人の防音室。湿度がなくて。めっちゃ吹きやすかったもんな、あそこ行ったら。という感じで、まあ、音程もある程度低めに取れて、そして、ハイトーンも、ハイトーンキー、ハイ S、ハイ A キーを使わなくても出ることが証明されました。一応僕のセッティングでは。ゲーまで出ました。ギス。一応ギス。です。まあ出るので、おそらく出ることは出ると思います。で、あとは、ハイトーンを出すときのコツは、まあ皆さんご存知のように、まず深く加えること。普通の感覚で加えて、ハイトーンが出るっていうのは、まあ、よっぽど強いリード吹いてないと出ないんですよ。で、パスカル・ガロアみたいに常にハイトーンなんてすぐ出なきゃダメだよっていうタイプの人でも、やっぱりすごく深く加えてます。で、噛まないでハイトーン出すんだってカラー言ってましたけど、それでもやっぱり深くは加えてます。だから、もう深く加えることは絶対だと思います。で、まあやっぱり深く加えるなってガロアは言いますけど、もうそれこそね、ガロアはハイエー出しながら、こうやって、リードを動かしてもずっとハイエー出し続けるような感じだったんですけど、でもある程度はまあやっぱり噛んだ方が出しやすいです。噛まないでも出せるリードもあります。だからそのもうセッティングとか日頃から出してるかどうかっていうのもあると思います。これもあんま噛んでないですよ。噛んでるように見えるかもしれないですけど、あんま噛んでないで、さすがに音なんないな。で、完全に噛むと もっとなんか出しやすくなります。って。
だけど噛む、なんていうかこう、こう噛むというよりかは、大、もう上の支え、前歯の支えをいつもよりガチッとする感じですかね。で、もう一つは、この人差し指、この、こっちのね、ハイディスキー、ハイエーキーってこうありますけど、ハイエスキー、ハイエーキーでもいいですけど、このハイエス、ハイエーのキーを使わないで音を出す場合、さっき言ったように S だったら1、2、3本、プラスこっちがチスキーだけで音を出します。で、そこから A に持っていくときは左手同じ指で、プラス、右手が1、2、3ってこう数え方合ってます。人差し指、中指、薬指。だから、ゲーの指、プラス、真ん中のゲーの指、プラス、チスキーなんですけど、この人差し指の開け具合で音が出るか出ないかが違います。全く塞いじゃって S を出そうとすると、全く出ないです。ここはどう頑張っても出ないです。じゃあ、そっから、こう、自分出ないとき、半分開けるって言っても、じゃあ半分開けて、普通に半分開けるっていう感覚で出そうとすると、あ、出た。まあ、割と出ちゃったな。でも出ないことがあるんですよ。もうリードによっても出ないし、ボーカルによっても出ないし、じゃあ、その時自分のセッティングと自分の吹き方でどうやったら音が出るかっていうのを、この人差し指の開け具合、人差し指がどんだけ開いてるかによって音が出るか出ないかっていうのを自分で確かめてください。だから最初割とほとんど閉めてる状態から、で当たるところがあるんですよ。ある程度いいポジションで吹いていると、まあしっかりとアンブシャー作って深めに加えて、で息はそんなにたくさん出さなくていいです。速い息をすごく細く出してください。細く速い息。で、SA の方が出しにくいな。これも、です。完全に押さえたら出ないんだよ。って、こう出るところに当たるんですよ。だんだん開けていくと。で、だんだん開けていくだけだとはまんない時もあるので、その時その時で、で、ちょっとずつ開け方を変えて吹いてみてもいいです。というふうに。だからあんまりこうハイトーン出そうとするときにこう息を当てるような感じで出すと逆に出ないです。特にこのチスキーを使った、ハイエキーを使わない場合だと。なので、もう細い息を、なんて言うんだろう、絞り出すような感じで、ちょっと当たりどころを見つけるところから始めてみてください。っていう感じで。息を、舌をつかないで、舌つくと難しいんですよ、逆に。まあ、出るのは出ますけど、まずは舌をつかないで、当たりどころを探してください。あ、ここかっていうところで、そしたら今度そっから、で、あ、このぐらいで当たるのかっていうところを自分で見つけてください。こう息入れすぎると絶対はまんないですよ。息を入れすぎるとこうぶつけちゃうと最初出づらいので、慣れてくるとって大きい音だよ。みたいな。
というふうに毎回毎回こうパチッて当てるようにするのって難しいですけど、それをちょっとできるように考えてみるのもいい、うん、考えてみてください。で、あ、ここだっていうところを見つけてみると、この廃液を使わない A がつかめるようになるかもしれません。ということで、一応音出し時間を過ぎているので、音出しやめたいと思うんですけれども、ツイキャスもちょうどなんか終わったっぽいので、終わってんのかな、これ。なので、そろそろ終わりにしたいと思いますが、こんな感じで、今日ね、マイクを借りてきたんですよ。でもコードがなかったので、つなげませんでした。すみません。で、マイクと、それから、簡単につなげるインターフェースをちょっと借りることになったので、それを借りて、次からはマイクをしっかりとつけて放送できるかと思います。のインターフェースが来たら。で、まあ画像はしばらくは YouTube ライブに関してはこのパソコンでしか出ないので、パソコンでカメラつなげてっていうのが僕の力量ではまだできないので、こんなこのぐらいの画質で送ることになると思いますが、まあそんなに大した問題ではないかなと思います。そこの画質に関しては、まあ、とりあえず音が良くなるようにちょっとしてみたいなと思います。で、その、まあ、来週、今週末ぐらいにちょっと実家の方に行って、いろいろと機材をもらってこようかと思いますので、一応ね、機材が行く、ミキサーもなんか家にはあるらしいので、それを探して、それからヤマハのボーカルもね、実家にあるはずなんですけど、家族が見つけられないんですよ。なので実家に帰って、僕がどっかにしまった、自分でもどこにしまったか忘れたんですけど、ヤマハのボーカルを、探して、ヤマハの V のボーカル、 VN のボーカルが1番と2番両方あるはずなんですよ。結構古いですけど、結構長く使ってたんですね。僕自分で V がずっと好きで使ってたんですけど、その V のボーカルを眠ってるだけだともったいないので売りに出そうかと思ってますので、それも探してこようかと思ってます。ということで、今回はこんなリードができました。一応ハイトーンはどれでも出る感じです。特にうちウィーンタイプとその普通のタイプでできた1本はかなりハイトーンが出ることが判明しました。1本は音程はかなり低く出るけど、でちょっと、コントロールもきついかもしれない、割とがっちりした重いリードだけど音程は結構低めに出る感じのものができました。ということで、これをとりあえず生徒さんに送ろうと思います。ということで、やっぱり内径を細く作ってみるとハイトーンは出しやすいです。だけど、ハイトーンをやっぱり出そうと思うと、アーとか、ちょっと音程が取りづらい音が出てくるので、そこのバランスをちょっと吹き込みながら、ちょっとずつ変えていかなきゃいけないので、調整が必要です。ということで、こんな感じで、たまには昼間に、音を出しながらの放送もやってみようかなと思います。さっきの、ハイトーンの出し方などなど、ちょっと今までやってこなかった楽器の吹き方等々もやってみようかなと思っておりますので、で、いい音では動画で配信できるように動画も自分で撮ってみたいと思います。ということで、
コンサート、オンラインコンサート、トリオ男子のオンラインコンサートが6月27日にあります。で、絶賛ツイキャスで発売中ですので、ぜひ皆さんお買い求めください。ツイキャスの売れ行きがね、まだまだ皆さんあんまり買ってない感じですので、ぜひぜひ買ってください。こちらからお買い求めください。で、銀座アンクの演奏も6月26日にあります。で、銀座アンクのオンラインは残念ながら月額料金しかないので、それでも、毎月だと2000円、単月だと3000円らしいので、そんな高くはないので、よかったら。で、毎日違う人が演奏してるのを聞けますので、もしよかったら、オンラインアンク定額でどうぞ。で、普通にバーで聞きたいよっていう方は、ご予約ください。じゃないと入れない可能性があります。このコロナの影響で半分ぐらいしか入れないので、もともと小さい店なので、もう、5、6人でいっぱいになってしまう可能性があるので、お店までご連絡ください。で、7月8日のハルモニーミュージック池袋オペラハウスのここも、半分しか入れられませんので、お早めにご予約いただけるとありがたいです。で、ハルモニーミュージックもオンラインで配信することになっておりますので、よかったらぜひ、池袋まで行けないよっていう方はぜひオンラインチケット買ってみてください。で、そのオンライン配信に関しては池袋オペラハウスってライブハウスが音響設備を整えていますので、今でその音響設備で放送しますので、まあ、どんな感じになるか分かりませんけど、いい音質だといいなと思っております。という感じで演奏活動をどんどんやっていきたいと思いますので、7月後半か8月の前半には笠間でのコンサートも今企画してます。で、7月の後半にもオンラインライブやろうかなと思ってます。それはフルートとクラリネットとその3人でやりたいと思ってますので、お楽しみください。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。この、YouTube ライブのいいねもお願いします。で、チャンネル登録もお願いします。で、チャンネル登録一回した人はもう一回押しちゃうと登録解除になっちゃうので、なんか最近ね、行ったり来たり行ったり来たりするのは、そんなに YouTube のチャンネル登録って Twitter と違ってね、相互フォローしないんだったら外しちゃうよっていう人あんまいないと思うので、なんでこんなに行ったり来たりするんだろうって思うので、お気をつけください。で、チャンネル登録してない方はしてください。ということで、昨日出したコンサートトークに関する動画もよかったらご覧ください。ということで、こんな感じでライブ、YouTube ライブはまた今週どっかでやりたいと思います。で、実家からの放送もあると思います。そしたら楽器も吹きながらできますので、で、マイクもつけれるようにしますので、ある程度いい音質でできるかなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。これから筋トレをして、プロテインを飲んで、夕飯を食べて、ノートの記事を書きたいと思います。それでは、皆さんまた、今週どっかでお会いしましょう。最後に噛んだ。また今週どっかでお会いしましょう。それではまた。